オウシザ HL 星は、オウシザにある非常に若いオウシザ T 型星である。地球からおよそ450光年の距離のオウシザ分子雲の中に位置している。オウシザ HL 星の高度と有効温度から、年齢は10万歳よりも若いと推定されている。見かけの等級は15.1と暗く、肉眼で見ることは不可能である。サブミリ波での観測では暗い帯を持った。 原子惑星系円盤が星を取り囲んでいるのが明らかにされており、多数の惑星が形成されている最中であることを示唆している。オウシザ HL 星にはハービックハロー天体 HH150 が付随している。これは円盤の回転軸に沿って噴出したガスのジェットが周囲の青管ガスやゴミと衝突することによって形成されたものである。オウシザ HL 星が 原子惑星系円盤を持つことは1975年の波長2から4マイクロメートルの赤外線での分光観測から示唆されていた。この観測はアンチモンカインジウムを使用した後期電性の検出器の開発によって可能となったものであった。この観測では29個の非常に若い恒星の観測が行われ、そのう内容資材 HL 星のみが 氷粒子の3.07メートルでの吸収が期待される位置に強い吸収の特徴を示した。この吸収は水分子中の酸素と水素の結合の振動周波数に起因するものである。1982年のサーベイ観測では、オウシザ HL 星はオウシザ DG 星と水亀ザ V536 星と並んで、 最も大きく変更したオウシザ T 型星の一つであることが明らかにされた。オウシザ HL 星の周りのガス円盤は1986年に一酸化炭素の干渉計を用いた観測によって発見された。1985年と1986年にオーエンスバレー電波天問題のミリ波干渉計を用いて行われた観測に基づき、 星周円盤の質量の範囲は太陽質量の0.01から0.5倍で最も可能性が高い値は0.1太陽、質量、また円盤の半径は 200au と推定された。円盤内のガスとダストの温度はおそらくは数十系程度であると考えられる。このガスはおよそ1太陽質量の構成に重力的に束縛されており周囲を ケプラー回転していることが発見された。一酸化炭素と水素分子などの分子の双極分子流も観測された。さらに双極流の中には鉄も第一鉄として知られる形態で存在しているのが発見された。2014年には、あたかま大型ミリ波サブミリ波干渉系によるサブミリ波の波長での原子惑星系円盤の画像が公開され、円盤内に 複数の溝で区切られた同心炎上の明るい感が存在することが明らかになった。この円盤は、オウシ座 HL 星の年齢から予想されるよりもずっと進化が進んでいるように思われ、惑星形成過程はこれまでに考えられていたよりも早く進行している可能性があることを示唆している。アルマの長期戦手権観測キャンペーンの プログラムサイエンティストであるキャサリン・グラファキスは最初にこの画像を目にした時には私たちはそのあまりの高精細さに言葉を失うほど驚きました。オウシザ・ HL 星は100万歳に満たない若い星ですがこの画像を見るとこの星の周りでは明らかに惑星ができているように見えます。このたった1枚の画像が惑星形成の研究に革命をもたらすでしょう。と述べている。 同年の研究では、原子惑星系円盤の複雑な磁場が大きな、こ着率を引き起こしている、可能性があることが示唆されている。ありがとうございます。